やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。9月7日のジャニーズ会見を終えて、ジャニーズはどうなるでございます。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法動画概要欄に書いてあって、で、お知らせ1個だけをお願いします。ズバッと叶える手帳とブレスレット販売中です。告知動画に説明が書いてあって、販売サイトがありますので、ぜひ1年かけて願いを叶える体質になりましょう。はい。さて、会見を終えてジャニーズはどうなるシリーズですね。ちなみにこの件のリクエストは YouTube コミュニティ、私のチャンネルのコミュニティっていうところで募集してて、今120か130件くらいリクエストいただいてて、それをまとめて占おうとしてます。例えば項目ごとにまとめてて、社名とか経営に関してとか、ジュリーさんに関して、白波瀬さんに関して、事務所全体の今後に関して、メンバーの今後に関して、キムタク、嵐、タッキー、ジャニー氏、あと世間の動きとか忖度に対して、ファン、あと被害者へのこう救済とか保障に対して、あと陰謀的な感じのことに関して、みたいな感じでちょっと分けて、順番に行きますね。すごいボリュームになると思いますけれども、お付き合いのほどよろしくお願いします。で、2個ほどしばらく謝らせて、会見前の占いでキスマイが抜けてて本当に申し訳ありませんでした。すいません。あと、ストーンズとスノーマンをセットにして本当に申し訳ありませんでした。不愉快な思いをさせて申し訳ありませんでした。ということで、では占っていきましょう。今日は、ジャニーさん、もうなんか、もうみんな認めたっていうことでね、事務所の方々も。結構な犯罪っていうことで、なんて、ジャニーさんって呼ぶのがちょっとはばかられますよね。今までもこう YouTube でなんかさ、なんか犯罪的なことをしでかしてしまった人をさんで呼んだりすると、さんで呼ぶな、みたいなことを言われたりして、今回も、なんてよ、ジャニー氏でいいかね。うん、ね。難しいね、呼び方ってね。はい。では、リクエスト、パンと見せます。ちょっと長いですけど、ジャニーさんという人はどういう人だったのかということを習ってほしいです。1、GHQ と関係していたという噂は本当か。2、CIA と関係していたという噂は本当か。3、戦後のエンタメ界でここまで力を持ったのはなぜか。1、タイミング、2、GHQ、3、CIA、4、何らかのバックがあった。4、ジャニーさん自体の背景として、ジャニーさんも何らかの被害者だった過去あるか、被害者だったとしたら加害者は、親族か、いや、GHQ か、3、CIA か、4、米軍、5、日本兵、6、その他、みたいな感じで、ジャニー氏を深掘りするご質問がありますけれども、確かにそうだね。これは何かあるかもしれんよね、っていうことで。はい。ちなみに CIA と関係してたっていうのは、イエスノーのリクエストだな、やるじゃない。あっちでなんかイエスって出たような気がするの、確か。うん、そう。まず、はい。一番目。GHQ と関係したという噂は本当か。まあ、何らかの、なんかすごい強力な力を持ってたんだろうね。何なんだろうね、それは。GHQ と関係していた。GHQ。これはノー関係ないかな、ズバッと出ました。うん。GHQ はノーで、CIA、続いて CIA と関係していたという噂は本当か。審判の逆。およ。ここにフードが出るのは何なんだろう。ズバッと出ました。さっきからさ、ここに女帝とか法が出るんだ。親がってことかな。ね。本人じゃなくて。2番もなんかご本人自体はなんか違う気がする。なんだろう。でもこの前占った時 CIA のエージェントですかって言ってイエスって出たんだよね、確かね。なんだろう。これさ、1と2をちょっと GHQ、CIA それぞれ親が関係者ですかって聞いていい？親とか親戚とか本人じゃなくて。親親戚まで広めとくわ。うん、GHQ と CIA。こっちが GHQ、運命のは CIA。ああ、親かね。ズバッと出ました。親が関係していたって
1と2は。うん。なんか、そんな気がします。本人が直接やりとりっていうより、親のような気がする。どういう生い立ちか、ちょっと調べないとわかんないけど。で、3、戦後のエンタメ界でここまで力を持ったのはなぜか。4択ね。タイミングか GHQ の力か CIA の力か何らかのバックがあったか。まあ、4は2、3以外の何かしらの力だよね。戦後すぐの芸能工業にはヤクザが絡んでいることも多かったらしい。ジャニーさんは美空ひばりさんと恋にしていた。はい。タイミング。GHQ の力。タワーなんだろう、この意味深なタワー。CIA の力。何らかのバック。何らかのバックだね。ズバッと出ました。タワー。でもこれすごい強烈な意味もあるから。GHQ もなんか関係ありそうだね。でも4が一番よ。4と2っていう感じ。なんか、うん。太陽はそうだね。何のバックだろうね、これね。政治的な何かしら、なんだろうね。太陽が出てる。うん。はい。そして、これが本題っていうか、ジャニーさん自体の背景として、ジャニーさんも何らかの被害者だった過去あるか。まずそれを聞こう。何らかの被害者でしたかと。暴力なりね、性被害なりなんか。何かの被害者で、メンタルが、人格が、こう破壊されるような何かがあったのか。被害者か。ズバッと言います。被害。なんか、フールの逆と恋人の逆出ると、元々のなんか、人格が崩壊っていうかなんか分裂してるみたいななんかさ、そんな感じを受けるんだな。被害。恋人の逆はまあ悪いカードではあるよ。もう一回聞いていい？なんか、被害なのか、元々の人格なのかって、二択で。ちょっとね、今カードの出方が分かりづらかった。被害によって何かおかしくなったのか、元々なのか、元々壊れちゃってる人だったのか、途中から壊れちゃったのか、後天的なのか、先天的なのかみたいな。2,3,4,5、7枚取っちゃった。1,2,3,4,5,6。こっちが被害、後天的。先天的。世界の逆字が取れました。はぁー。悪いカードが出るのは先天、もともとなのかね。被害。もう対策注意点に肯定が出てる。なんかお父さん関係ありそうだけど、お父さんになんかされたのか、お父さんの血筋のなんかそういう人格の何かなのか、これ見る限りなんかされた被害にしては正しいカードが出てんだよね。公平な何かみたいな、公平公正な正しいみたいな。で、うん、先天的な元々の人格なのかがちょっと中途半端な、こう欠けてる感じがするの。先天的なものなのかなって、今のところ思いましたけれども、うん。一応聞いてみる？その、もし被害者だったとしたら加害者は誰みたいな。なんか被害、今のところ被害者って感じしないんだよな。持って生まれた人格のような気がするんだよな。加害者、タワー、親族にタワーが出るね。に、GHQ、米軍、じゃない、CIA、米軍。なんか極端なカードが多いね、これね。日本兵、その他。ズバッと出ました。ズバッと出てるのか。謎だな。なんか、めちゃめちゃよ、なんか出方が。極端なんか。被害。なんかこれさ、答える気なさそうなの。なんか、バラ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 ってこう、いいカードと悪いカードなんか極端なの、めっちゃ。で、
さっき出た皇帝がここにいるよね。なんか戦争なんかあるとしたら、パッと見て思ったのは、戦争っていうのが一番のあれなのかなって思ったり。だから、加害者は戦争っていう漠然としたものっていうか、戦争っていうものって何か人格が、もともと持ってた人格も若干怪しかったけど、それにこう戦争がこう輪をかけて何か彼をおかしくしてしまったみたいな説のような気がする。確かにお父さん、親族にタワーが出てるので、何らかの親族の影響も強いけど、そうだね。難しいね、これね。今までちょっと見ると、先天的にもなんか、何かがこう分裂してた気がする。なんか人格みたいな。分裂っていうかなんか、統合してないみたいな。で、何かの被害だったかっていうのは、微妙。ただ、何かあるとすると、親族お父さんか戦争っていう漠然としたものか、その中のなんか正当なっていうか正義のカードが出てるから、その中で仕方ない何か被害みたいな、そういったものかな。それにで元々持ってた人格、ちょっとおかしかった人格がなんかこう輪をかけて加速したみたいなイメージですかね。わかりましたかね。なんか自分で話しててもこう文章にしないとなかなか、続いて、1950年代からジャニー氏の性的指向は病的だと本人も周りのスタッフも気づいていますが、いました。1、ジャニー氏の老いたちにトラウマがありそうです。本人はどうして何十年も積極的にカウンセリングや治療をしなかったのか。2、ジャニー氏の姉は早々に、知ってたと。母同然の姉だ。これメリーさんってことだね。どうして病気を、メリーさん以外にいるか。4人兄弟だっけね。どうして兄弟を、病院を進めなかったのか気になります。周りのスタッフも気づいてながらどうして病院進めなかったのか。これ、なんか、個人鑑定とか占いの時とか、まあ占い関係なく、カウンセリングしてる人とか医療関係者の人なら多分、そう、これ難しい問題で、本人が、そう、これ治療したいって思わないと治療できないんですよね。強く自分は治したい、だから病院に行ってね、なんか治療を受けなきゃいけないっていう意思を持たないと、周りが連れてったところで余計反発が強くなったりとかね、治療にならないからさ。どうしてこれいますよ。あの家族が精神ね、メンタルの病気にかかってしまって、だけど本人は認めなくて、うっすら認めてるのかもしれないけど、病院には絶対行かないみたい。どうしたらいいですかみたいなの。これでも無理やり連れてくわけにはいかなくて、難しいんですよ。いや、よっぽどもうなんか、ね、自分とか人に危害加えちゃってみたいな時はさ、なんか強制入院とかあるかもしれないけど、難しいよね。どうして何十年も積極的にカウンセリングや治療をしなかった。しかもすごい昔じゃない、今みたいにこうあんまりこの精神の病気みたいなこととかにさ、あんまり理解のない時代だよね。病院に行こうっていう発想すらあるかどうか謎な気がするんだけど、どうなんでしょうね。いや、ほんと、これ系のね、個人鑑定のご相談とか、すごい重くなりがちですよ、やっぱり。なんか、ドヨンってしちゃうね。なんか、何の解決も出なかったりして。そうなんですよ。本人が行かないって行かない絶対って言ってるとさ、何も解決しないんだよ。なんで行かなかったの？ズバッと出ました。一番目なんで、まあ確かに分かってたね、気づいてたと思うけど、家族に迷惑がかかるとか、なんかあと自分の会社に迷惑がかかるとか、そういうこと？なんだろうね。会社とか家族みたいな。家族？そういうのが出てる。まあだから、社会的な、そう、家族なり会社なり、その社会的なものを気にして、そっちの方が重要だったんじゃない？なんか、体裁っていうか。
それがなんか自分の病気によってね、治療してるとかいうことによって破壊されることの方が怖かったみたいな感じですかね。で、周りの人たち、姉とか周りのスタッフも気づいていながらどうして病院を進めなかったのか。なんだろうね。相当怖い人だったのかね。相当怖い人にさ、存在にさ、あなたおかしいから病院に行きなさいってちょっと、自分が何されるかわかんないじゃん、そんな、恐ろしいよね。なんて出るかな。あー、おー、ズバッと出ました。なるほどね。あ、やっぱり彼は王様で、なんで、ナイトとキングが、すごい、出た。あー、やっぱ病院に行くとか治療するとか、まあ、なんか怖いっていうのは出なかった。なんか、それで物事がうまくいってたからじゃない。だから彼の、その性的思考によって、物事がすべてっていうか、わかんない。そこに犠牲者はいっぱい積み重なってんだけど、犠牲者はいっぱい生産しながら、そのね、事務所なり仕事がすごい順調にいって、どんどん願いが叶っていくみたいな、どんどん事業が大きくなって成功していくっていうのが目の前にあったから、彼をその治療する、病院を進めるイコール、それを止めるみたいな、ストップさせちゃうみたいな感じに思ったんじゃないかしら。うん、そんな感じ。ああ、なるほどね。続いて、ジャニー氏はジュニアの子たちをスターの卵と自分の趣味用に分けて対応してたのか、区別してましたか。もうこれはイエスかノーで、肯定的なカードが出たらイエスでお願いします。スター用の子と自分の性的な趣味用の子で区別してたのか。力の逆。いやー、してないかな。してない。全員そういう目で見てたと思う。してなさそうですよ。性的な目では全員見てたと思う。まあ、その中で多少のまあね、好みとかはあると思うけど、すごく好きとか、ちょっと好きとかさ。そういう差はまあ、あるかもしれない。な生々しいね、なんかね、こういう話ね。うん。でも全員、区別せず、みんな好きだったと思う。で、続いて BBC で一番問題視している部分は、ジャニー氏がグルーミングをするために、ジャニーズという組織を作ったとされています。はあ、これね。1、ジャニー氏は本当にその思いでジャニーズを立ち上げたのか。2、純粋にエンターテイナーを育てるために立ち上げたのか。1、2でちょっと見ますね。グルーミングのためにその、男子たちを集めて、自分の快楽のために、会社を作ったのか。いやいや、純粋にエンターテインメントをやりたかったのか、どちらの方が強いんでしょうか。マジシャンが逆見ちゃったよ。創造性のカードが。グルーミング、そう。その他ってない？その他。なんだろう？その他。恋人。なんだろうな。ズバッと出ました。1でも2でもなく、3の恋人。なんだろう？なんだろうな。ちょっとこれは、わからないね。彼の、この恋人のカード。何を示すんだろう。グルーミングのために。ただ恋人は確かに快楽とかさ、そのセクシャリティなカードそのものではあるけどね。グルーミングっていう表現がタロットさんは違うって言ってんのかな。コミュニケーションをひたすら楽しみたかった。グルーミングではない。あくまで彼にとってみたいな。わかんない。ちょっとこれ難しい。うん。3のその他で、その他に恋人のカードが出てるよっていうのを。お願いします。はい。続いて、ジャニー氏の行為は、1、本人の欲求を満たすだけの行為なのか、2、ジュニアの子たちが純粋に可愛くて、その愛情表現があの異常な行為だったのか。待って、1も2も私にとってはなんか、同じようなような気がするんだけど、なんかこれ、違うの。可愛くて可愛くて愛情表現で欲求を満たすって、
チトにはなんか、なんか同じように感じてしまうんだけど。わあ、これもう超重いね、これ。聞いてる皆さんも超重くない？この話題。ヘビー級ですね。いや、個人鑑定もたまにヘビー級なんだけど、もうそのぐらいすんごいヘビーだよ、これ。1,2,ズバッと出ました。ああ、欲求を満たすだけの行為、フールの逆。ああ、そうだね。これも欲求を満たすだけってフールの逆のがぴったりな角だね。もう何も考えてないみたいな。で、2番目もまあ、可愛くてしょうがない。これ両方じゃない？カードの意味見ると。両方で。うん、続いて、ジャニーさんは87歳で亡くなりました。晩年車椅子移動で体調も崩していたそうですが、ズバリ何歳までそういう行為ができたの？これさ、これもちょっと生々しい表現になるんですけど、行為って何？なんか、ズバリ男性器を使うものもあるし、口を使うものもあるし、手を使っても、なんであれできちゃうことじゃない？行為って、何を言ってんのかなみたいな。なんでもいいの？手でしても行為じゃん。ね。でしょ？やめとこっか、これ。この質問なんかさ、ね。ご質問者様が何を、行為って何を指すのかもわかんないし。そう。野性的な行為ってさ、抱き合って、一日中抱き合ってってもさ、それはなんか性、お互いがそう思えば性行為かもしれないしさ。難しいよね。何を、そうね。ちょっと、ご質問者様の行為の、ちょっと、何を指してるのかわかんない、どこまでか。続いて。ジャニーさんは今どう思ってるか。元、現、ジュニアに対して、ジュリーさんに対して、会社に対して、世間に対して。四つね、一枚引き。ジュニアに対して、ジュリーさんに対して、会社に対して、世間に対して。この前もね、一回目、いや、二回目で気持ち油断だったら、カナデリの悲しみのカードが出て、あ、ちょっとは救われたと思ったけど、悲しみのカード、反省のカードが出てくれると、だいぶ、こちらとしても救われるんですが。はい。ジュニアに対して、はぁ、やっぱお母さんみたいな感じのカードが出るんだね。愛情とか、まあこれ芸術性も表すけど、ジュリーさんに対して、ああ、お金とか仕事が逆向いてる。会社に対して、その時の逆、を抜け出して出て、世間に対して、ああ、どん底カードが出た。世間に対して、なるほどね、ズバッと出ました。あ、でも、非になるカードが正義の逆だから、自分がやっぱり正しくないことをしたっていう意識はあると思う。で、その上でジュニアに対しては愛情です。愛してるよ。一言で言うと愛してるよ。うん、母のように愛してるよっていう感じ。で、ジュリーさんに対しては会社とお金が逆向いてるからね。なんだろう。会社をこんな風にしてしまってごめんねって思ってるのか、うん、なんか愛っていうよりまあ会社お金よろしくみたいな感じで、会社に対してはソードの9と10か、これどうなんか連携してそうだね。まず世間に対してから言って、世間に対してはどん底カードが出たので、もうそうだね、なんだろう、まあ、悲しいし、まあ、自分も悲しいけど、まあ、世の中に対してこれ以上ないショックなことを与えてしまってごめんなさいみたいなのは思ってると思う。で、そのショッキングなことから会社はごめんなさい、そっからどうにか抜け出してほしいみたいな。そうだね、会社に対しては終わりにしてほしいじゃなくて、どうにか、まあ、自分がした過ちはあるんだけど、そっから抜け出してどうにか頑張ってほしいみたいな感じかな。うん、はい。で、黒柳徹子さんは今どのように感じているか。なんかそうで、このご質問背景があって、黒柳徹子さんとめっちゃ仲良かったみたいなことが書かれてたけど、徹子さんは今どう思ってる？まあ、ショック。どうなんだろうね。
いやー、力のある人にあなた病気ですよって言えないよね。いやー、例えばさ、めちゃめちゃでかい会社でしょ、これ。もう、日本中に影響を与えるような会社の社長にさ、なんか、友達とかさ、平社員とかさ、部下がさ、社長、あなたは間違ってますって。あなたは病院に行くべきだ。あなたは狂ってるなって言ったら、お前が狂ってるのはお前だって、なんかもう、ね、それだけで終わっちゃいそうじゃない、なんか。これは、言えないよね、周りね。徹子さんの気持ち、女帝、ああ、まだ、お母さんのような、さすが33だな。ズバッと出ました。なるほどね。なるほどね。基本的な愛情は変わんない。さすが徹子さん。うん。徹子さん、ここでモノマネしたら、あれだよね。ダメだよね。モノマネしそうになっちゃった。私からあなたへの愛情は変わりません。何があろうと、あなたへの愛とか尊敬の念とか、うん。なんか、母とか妻のように思ってることは変わりません。ただし、あなたは騙されたし、うん、あの、不真面目っていうか、誠意はなかったし、まあ、もういろいろ、いろいろ終わったなみたい。待って、これ、小アルカナ入れてのやつだよね。すごいね。大アルカナがこんなにいっぱい出るんだ。すごい気持ちだよ。強い気持ち。そうだな。で、対策注意点に審判でしょ？今度は、何？心して正しく生まれ変わりなさいよ、みたいな。そういう強いメッセージですかね、うん。すごいなんか愛情が深い。はい。です。徹子さん。徹子さんあたり、こんな愛情の人が言ってくれてたら聞いてたかね。どうかな。ね。まあ、しょうがない。過去のこと。はい。以上になります。じゃんけんいきます。たまき、じゃんけん、じゃんけんぽい。グーなのでパーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ。ありがとうございます。